こんにちは。僕は桜田春香、この国の王族桜田家の次男、14歳です。僕には姉が4人と兄が1人、妹が2人と弟が1人います。それぞれに能力を持っていて、当然僕にもあるわけで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。うちプライベートビーチなんて持ってたんだね。人目を気にせず思い切り遊べるようにっていう親父の配慮だよ。どのあたりの島か知らないけど、移動もしゅうちゃんのトランスポーターで楽だったし、みんなで出かけるなんて久しぶりだよね。ねえ、スイカ割りしようよ。いいね。絶対私が割る。スイカ割っちゃうよ。しおり、僕に任せておけ。テルは 8%、 光は 2%、 ミサキ 5%、 シュウ兄さん 1%、 アカネ姉さん 10%、 アオイ姉さん 1%、 しおり 80% か。これが僕の能力、ロッツオブネクストと言います。何を予知したの？スイカを割る確率。ふーん。カナデ姉さん 50% と。え、しおりが 80%？ うん。ま、あくまで確率であって絶対じゃないしね。じゃあ、違う、ここじゃない、そこか。やつめ、僕には見えているか。よし、僕はまだスイカすら割れない。やはりジャッカルを解放すべきだったのか。デル、もっと力を抜かないと。それいけない、外しちゃった。ここで無理にアイドルっぽくせんでもいい。こういう積み重ねが大事って松岡さんが言ってたの。よし。よし、アカネちゃん頑張れ。アカネちゃん、まっすぐまっすぐ。姉上、もっと右です。右です。その調子だよ。ああ、行き過ぎだよ。ちょっと左。行き過ぎで、ちょっと左。よし、それ兄上、惜しい。なかなか難しいもんだな。外しちゃった。そういうことか。二人ともしおりに割らせてあげるためにわざと。ごめんね、しおり。私は遥かの余地を的中させるわけにはいかないの。さっきにも近いオーラが漂っている。やる気だ。周りの声など聞こえないかのようにブレない足取り。奏姉さんが割る確率は 50%。
しおりに次ぐ高い確率だけど、一番はしおり、しおりが割るはずなんだ。姿の距離、振り上げたバットの角度、全て完璧。まずい。嘘。よし。ずいぶん根性あるスイカね。次はしおりね。うん、ダメだったらまた照るからね。しおり、そのままそのまま真っ直ぐ。いいよ、そのままそのまま。頑張れ。よし、行けしおり。だが、かなで姉さんがあれほど本気で割ろうとして割れなかったスイカ、しおりに割れるのか。いやいや、ダメだ。自分の力を信じるんだ。てやんでぃ。ゴチドラソンジョソコラのスイカとは根性の入り方が違うんだ。割れるもんなら割ってみやがれ。スイカさん、かわいそう。おめえ、俺がかわいそう、そう言ったのか。ごめんね、叩かれて痛かったよね。ごめんなさい。そこだよ、いけしおり。できない、できないよ。いいんだ、ジョーちゃん。おいら、さっきみたいな優しい言葉かけられたの初めてだ。ジョーちゃんになら割られてもいい。さあ、思い切ってやんな。そんな。やるんだ、おいら。ジョーちゃんに美味しく食べてもらいて。スイカさん、あばよ、会えてよかったぜ。あれじゃ割れないわね。よし、綺麗すぎじゃない。スイカさん、我がスイカ人生に一片の悔いなし。アカネちゃん、ビーチバレーやろうよ。うん。はしゃぐのはいいが、あの仕切りから外には行くなよ、絶対に。ずっと気になってたけど、何あれ。気にするな、とにかくダメだ。私の驚異的な跳躍力に任せなさい。おい、ちゃんと聞いてたか。結構伸びる。待て、アカネ、止まるんだ。それ以上先には。大丈夫大丈夫。よし。何これ。気づかれてしまったようだな。ここは南の島なんかじゃない。近所の空き地に建てたプレハブの中だ。騙してたの。兄弟揃って海とか行ったら警備とか大変だからな。ひどい、あんまりだよ。騙すんならもっとバレない努力してよ。そこじゃないと思うけど、光がここまで起こることはそうそうないよ。安心しろ、砂と海水は本物だ。なら一個。丸め込まれてるよ、光。別に隠さなくたっていいのに。楽しければ偽物でもいいよ。悪かった、純粋に楽しんでほしかったんだ。うん、楽しいよ。それにしてもよくできてるね。うん、テレビ局でこういうの見たことある。本物みたいだ。ほんとね。ひどいな、しゅうちゃんってば。え、もうこれ。くそ、なんでこんな。もうダメだって。こんなに。美咲か、んな時に声く。姉さん、いつからそこに。い、今さっきかな。見た。え、見た。見てない。見たね。よりによって茜姉さんにどうごまかす。はるか、
見間違いかな。今の写真ってさ、私っていうか姉さん、ちゃんとノックしたの？え、了承も得ずに人の部屋に入るなんてどうかと思うな。ごめん。いける。手ごまかさないでよ。ち、わかった、話すから。うん。い、今のはあれだよ、ほら、姉さんのそっくりさんだよ。無茶だよ、はるか。どうして隠すんだろう。人の写真を見つめる理由って言ったら、あかね、ダメだよ、はるか。私たち兄弟なんだよ。うん、兄弟じゃなければいいのかって言ったら、それはそれで困っちゃうというか。あ、別にはるかのことが嫌とかじゃなくて、突然そんな。それはないから。やめて、心を読まないで。表情を読んだんだよ。僕、心を読む能力とかないから。なら何なの？お姉ちゃんだから言えないの？他の人なら言えるの？それはそうなんだけど。もしもし、美咲、はるかが。待って、誰であろうと言えないことなんだ。でも姉さんが心配するようなことは絶対やってないから、できればこの件については忘れてくれると。少し時間をください。美咲に聞かれたらまずい。何を口走ることか。だったら自分から話した方がマシか。いやいや、それは本末転倒じゃないか。時間切れ。もう一声ください。はるかがどうしたの。今すぐ駅前のプリン買ってきてくれたな。来週遊園地連れてってやるよ。本当、行ってきます。わかった、言うよ。姉さんは普段ネットとかしないから知らないだろうけど、これは僕ら桜田家の数あるファンサイトの一つで、え、ここにアップされている姉さんの画像を僕が個人的に削除申請してたんだ。の、つまりめんどくさいな。ファンサイトっていうのは僕らのファンが作った非公式サイトのことだよ。主にテレビで流れた映像を使って画像をアップしたり、姉さんたちについてみんなが楽しくおしゃべりするんだ。娯楽の一つとして国は容認してるけど、恥ずかしがり屋の姉さんはこういうの嫌がるだろうと思って隠してたんだ。おしゃべりって例えば？まあ可愛いとか、ここが好きだとか。見えただの、見えないだの。見えたって何が？姉さんがスカートで飛び跳ねまくるから。私もう外行けないよ。こんにちは。まだまだ僕、はるかの話が続きます。次は僕の双子の姉、美咲について。今日のスケジュールは、野球部、サッカー部、料理研究部、茶道部、演劇部、将棋部の助っ人と美術部のスケッチモデル。はあ、夏休みだってのにみんな頑張るね。よろしく。 OK。 これが美咲の能力、オールフォーワン。最大7人まで自分の分身を生み出せます。さて、私の仕事は校内新聞インタビュー、桜田家華麗なる姉妹の横顔か。ごめんね美咲、今日生徒会の手伝いがあって。私もなのよ、いつも悪いわね。無理無理、私インタビューとか無理だから。美咲お願い、この通り。はあ、しゃーない、やりますか。お一つどうぞ。ごめん、遊ばせ。葵姉さんと奏姉さんは家でもしっかり者ですけど、おこね姉さんは家だと癒されるっていうかムードメーカーですね。なるほど。では次に、お姉さま方は大変優秀な方々ですか。みさき、お疲れ。ちょっと押すなよ。足踏んだでしょ。分身たちは美咲の性格が分裂したもので、それぞれに得意分野があって、よく部活の助っ人を頼まれるんですが。あ、ちょっと。なんですの、くだらない質問ばっかりですわね。こら返しなさい。
もっと他に聞きたいことはありませんの？例えば今日の下着の色。言わんでいい。はるか、終わったから帰るよ。勝手に帰れよ。僕は今読書をしているんだ。もうまた照れちゃって、本当は待っててくれたくせに。その伊達メガネ、おしゃれさんのつもり、かわいいやつめ。はあ、今日も働いたな。みさき、お、今日もブブちゃんいい食べっぷりだったわよ。またよろしくね。はいよ、またね。おう、みさき、さっきはありがとね。逆転スリーラン最高だったよ。またユニコタン貸してよ。ちょい待ってね。ああ、ユニコはこの先1週間空いてるから、存分に使ってやって。なんかミサキって分身のマネージャーみたい。だ、私は特別何もできないんですけどね。ミサキ、さっきはありがとな。やっぱライオいい蹴りしてるわ。うん、お役に立てて何よりです。何それ。ミサキたちってほぼ全部のクラブから助っ人頼まれてるよね。え、うん、まあそうかな。私自身は結構暇なもんだけど。美咲のお姉さんたちも中学時代すごい成績残していったみたいだし、それだけ桜だけは頼りにされてるってことだよね。いや、我が校の部活動の未来は美咲が担ってるも同然だね。あははは。じゃあまた明日。学校どころか国の未来をも担ってるんだけどな。ただいま。後で真島さん来るって、またお願いできる？インタビュー？うん、葵お姉ちゃんもかなちゃんもまだ帰ってなくて、お願い。そう、わかった。いやー、インタビューのはしごか。どうせ私にできることなんて、インタビューに答えることくらいですよ。いつも私に助けんな。いや、豹変しすぎだろ。っていうか僕、一緒に帰る必要あったの？はるかはいつだって私と一緒じゃん。みさきのお姉さんたちも中学時代すごい成績残して。お姉様方は大変優秀な方々ですが。なんかみさきって分身のマネージャーみたい。いつもいつも褒められるのは分身ばっか、聞かれるのは姉さんたちのことばっか。聞いてよはるか、みんな勝手だと思わない？だと思うよ。いいさいいさ、愚痴ぐらいみんなに聞いてもらうから。愚痴聞いてもらうために能力使うか。よっしゃ、野球しよう。疲れるから嫌。じゃあ将棋さん。ちょっと勝手に決めないでください。はるちゃん、あんたたち勝手なこと言って。あれ、うん、私の愚痴を聞いてもらうために呼び出したんだから聞きなさいよ。自分に自分の愚痴を聞いてもらっても仕方ないと思うのですが。どうせしょうもないことなんでしょう。贅沢の極みね。そうそう、もっと気楽に行きましょうよ。座れっつってんでしょ。もういいです、わかりました。皆さんどうぞご勝手に。ごめん、悪かったわよ、話聞くから。一旦落ち着きなさい。食べる。うるさい。どうせいつも頼られるのは分身のあんたたちで、私は誰からも必要とされてないんだ。は、唐突になんだよ、今日も学校でモテモテだったじゃん。だからそれは私じゃなくてあんたたちでしょ。私はあんたたちのおまけかっせーな。みさき、真島さん来たんでお願いね。やだ。うん、じゃあ下で待って。反抗期来た。あかねちゃんはいつも間が悪いな。私じゃなくてもいいじゃん、あかねやってきてよ。無理だよ、こういうのはみさきが。まあまあまあ、あかねちゃん、今日のところは私がやるから。でもいいからいいから、さ行こう。ちょっと、そっか、インタビューだってこの子たちで十分じゃん。どうせ私はマネージャーが関の山ですよ。あのさ、必要とされてないって言うけど。ごめん、
それ私のわがまま。私ってさ、何やっても平均以下だから、勉強も運動も顔もスタイルも全部普通。お姉ちゃんたちやあんたたちがちょっと羨ましかったんだ。もういいんだ。普通の私が特別な人間に相談したって理解されるわけないよね。普通の人間が分裂とかするかよ。何言ってんだ。自分がおまけだとかほざいてるけど、私たちみんな岬の一部なんだぞ。いいじゃん、普通だって。っていうか、僕の周りには変な奴らばっかりで、だから逆に僕にとっては岬が特別なわけで、岬が岬じゃなくなったら僕は困るんだけど。必要とされてないって言うけどさ、要は岬やっぱ無理。この子ったらエッチな回答ばっかりするし、岬なら客観的にみんなのこと表現できるし、社交性あるし、エッチなことも言わないし、岬じゃないの無理だな。要は適材適所なんだよ。はるかん、箱根ちゃんにめちゃくちゃ怒られちゃった。慰めて。そこ、土作さんに紛れて何やってんの。あなたが本心からしたいと思ってることをしてるまでよ。私はそんなこと思っとらん。ああもう、行けばいいんでしょ。私がいないとみんなダメダメなんだから。みさき、はいはい、自由時間終わり。やん、全員中に戻れ。また一人いね。じゃ、行ってくるね。やっぱりみさきにはまだ僕がついてないとダメだな。回収し忘れてるし。眠い。いいからお前も早く行ってこい。本当に世話の焼ける姉たちです。ピクニピースピーダンスケジュールビシリンで目まくるしです。レッスンやランニング痛かなる。美咲は個性的な兄弟の影に隠れがちだけど、いつも世話好きで面倒見がよくて本当にいい子なんです。お母さんは分かってくれてるんだ。美咲は国民の気持ちがよくわかる働き者の王様になりそうね。美咲の選挙の公約は何？普通の人が普通に楽しく暮らせる国にしたいかな。ちなみに私が憧れる王様はユスティニアヌス一世です。皆様の清き一票をよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。